皆さんこんにちは、ゆめあです。今日はこちらです。 BT シビルのキャラタブレット2です。今回はこちらをフラゲしてきたので開封していきたいと思います。イエーイ。それではいきましょう。はい、それではいきたいと思います。でですね、今回は収納グッズも最後にね紹介するので、ぜひ最後まで見てってください。で、今回も配列を真似していただけると嬉しいです。それじゃあこのね、後ろ上の方を開けていきます。で、こちらはですね、6月の14日の火曜日発売で、こちらなんと剥がして貼れる二重シールになってる。で、全12種類だそうです。で、タブレットの味はカシスです。では行きます。せーの、ボン。お、シュキターン。で、こんな感じでシールが二重になってるので、こんな風にクッキングシートを適当な形でね切ってみたので、箱にね貼っていきたいと思います。どうやって取るんだろう。行きますよ。おー、かわいい。こっちの式が出てきましたね。こんな感じになって、こっちの式ちゃんとこっちのオレンジの風船の式ちゃんが出てきました。それじゃあこっちのね列ということで、こんな風にいきます。はい、じゃあ真ん中、上のこう下じゃなくて、こう上、この真ん中の列の上の一番上、いきます。せーの、ポン。お、こうやる。じゃあ開きます。ピロロロロン。お、これですね。こうやっちゃう。こんな感じでした。じゃあ次こっち行きます。せーの、ポン。お、チミーちゃん。チミーちゃんでしたね。いただきます。ビロロロン。かわいい。こんな感じでしたね。ちょっと光ってるんですけど、こんな感じ。1段目はこんな感じでした。で、次はこっちに置きたいと思います。はい、一番上いきます。せーの、ボン。お、タタちゃん。でいきます。ピロロロロン。かわいい。次こっち行きます。せーの、バン。お、マンちゃん。ごめんなさいませ、マンちゃん。行きます。ピロロロロロロン。マング。マングと書いてマンって読むからね。マンちゃんでしたね。次行きます。せーの、バン。お、RG だ。 RG が出ました。いきます。ピラララララララン。 RG でしたね。はい、じゃあ3段目いきます。せーの、バン。お、あれ、待って、クッキーが出てないんだけど、やばい。いきます。オールめくると、ピララ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 ラ。めくってめっちゃかわいいやんけ。はい、じゃあ下に置いときます。次、え、待って、クッキーちゃんがさ来てないんだよ。いきます。せーの、バン。ちょっと待って、やばい。なんかかわいいけど、これ、マーン、クッキー小屋。めくると、ピロロロロロン。だよね、やっぱりだと思った。次、最後の、3段目の最後いきます。せーの、バン。あ、よかった。クッキーが出ました。これで全部の、あ、めくると、せーの、ピョーン。かわいい。これね、全部の箱が私とね同じ感じの配列かとかどうかはちょっとわかんないんだけど、はい、
次じゃあ最後の段です。ここに置いてきますね。いきます、せーの、ボーン。え、オーロラ、オーロラが2種類あるの、もしかして。ピロロロロ、あー、水色バージョン。なんかね、水色バージョンだし、今度はなんか風船を持ってる、このめくった時のタイプのやつが来た。ボール。じゃあ次、真ん中。いきます、せーの、バーン。お、タタ&アルジェイ。いきます、ペロロロロロ、かわいい、ハグしちゃって。はい、ラストいきます。ラスト、多分予想ではチミ式が来るかもと思う。いきます、せーの、バーン。ほら、チミ式めくると、ほん、あー、やっぱりね、かわいいです。じゃーん、こんな感じです。かぶらないでコンプができましたね。1段目、2段目、3段目、4段目です。で、ちょっと、こちらをね、収納するやつでぴったりなもの、ボーンを、ちょっと見つけましたね。こちらはダイソーさんで買ったトレーディングカード、ブロマイド用ウォールポケット12ポケットで、なんてこちらすごいぴったりだったんですよ。で、まあ、こちらね、写真撮れかとかそういうようなんですけど、このキャラタブレットを入れていきたいと思います。で、ちょうど12なので、じゃあコール順にやっていきたいと思います。これ後ろから入れるのか、入れて、気温ぴったし、ジンク、できました。すごくないですか、これ。ほら、ぴったしなの、こんな感じです。で、後ろにシールが入っているし、これね、まあ、ちょっと縦になっちゃうけど、ここでこう飾ったりできるので、皆さんもぜひキャラタブレットを買った方はね、こちらを買ってみてください。はい、さっきはですね、このタブレットとね、一緒に入れちゃってたんですけど、2つあったので、タブレットはタブレット、シールはシールにしました。で、こちらすごくね、ぴったしだし、こういうところの壁とかこういう風に飾れるので、皆さんもぜひ買ってみてください。また BTC ビル関連の動画が見たいなと思った方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。